ショートプログラムでは攻めて勝ちに行く、世界中にアピールするという言葉通りの圧巻の演技を見せてトップに立ちました。ショートプログラムの90点台というのは史上7人目、史上6位の高得点を叩き出して臨むこのフリーです。高橋、小塚、そしてこの町田が参戦した開幕戦アメリカ大会男子フリー最終滑走で登場です。力強さを求めて昨シーズンから磨き上げてきたプログラムです。町田樹、火の鳥。会場を一つにプログラムをより高めるための4回転、特別なジャンプではないと町田は話していました。まずその最初の4回転、立った、決めた、素晴らしい。流れるような着氷から予定ではもう一つ4回転を続けていきます。やってほしいですね。去年は1本しか組み込めなかったフリーの4回転、ここもなんとかこらえました。単独になっちゃいましたね。どちらかをコンビネーションしなくちゃいけないんですが、単独になることで若干ね点数が少なくなります。まあでもね両方しっかりと立ってましたから、もう一つ今度はコンビネーションジャンプを予定しています。トリプルアクセル、トリプルトーループのコンビネーション、ジャンプ自体は完璧。トリプルアクセル、綺麗でしたね。演技後半最初のジャンプも見事に決めていきました。トリプルループです。トリプルルッツ、いいでしょう。残すジャンプの要素は2つ、まだ続いていきます。トリプルフリップ、ダブルトーループ、ここで3連続、3連続、すごい。最後のジャンプ、サルコー決めてきた。いや、去年は自分の弱さがどこかに見えていて、力強さをこの火の鳥とともに求めたい、求めてきたと話していた町田。十分でしょう。
えらい強さあふれる火の鳥になりました。素晴らしい。町田樹オリンピックシーズン開幕戦圧巻の演技を見せつけました。まあよくね落ち着いて4分半滑り切りましたね、はい、まあ4回転最初単独で行き、はい、次の4回転まあ、はい、そっちも単独になってしまったんですが、まあ2つしっかり立ってたわけですから、もう十分だと思います。3回転以上のジャンプの繰り返しは単独で2つ繰り返すとダメだとい う, そうです、まあ、ルールがあります、まあ、どちらかがシークエンスという扱いになりますので、はい、連続ジャンプの扱いになります。そうですね、まあ、連続ジャンプはですから要素の中で全部で3つまでしかできないわけですが、そのうちの1つがあの2本目の4回転トーループということになるわけですね、はい、そういうことです。ただそれを除いても他のジャンプがことごとくバッチリ綺麗に決まってましたから、はい、うん、その辺のところは本当によくね、はい、最後まであの集中力が全く切れてなかったですから、これはこれでね僕ねショートの時も、はい、あの褒めましたけども、本当にこの1年間で町田君は成長しまくりましたね、はい、しまくった、しまくった、こんなに成長したっていうのはね本当、まあ、本人も頑張ろうと思ってるとは思うんですけども、はい、いや周りのね、あのサポートも本当に良かったんじゃないかなと思いますね、はい、これ4回転、まあ、うん、これ1つ目ですかね。一番のその違いが4回転の安定感だと佐野さんもおっしゃってましたが、はい、もう本当ショートの時も言いましたけども、もう3年前からこのね、4回転やってるよっていう感じの安定感でしたから本当に良かったと思いますね、はい、トリプルアクセルからトリプルトーループのコンビネーションですね。昨日ショートプログラムエデンの東であれだけの演技を見せて、今日あの夕方の練習の時はちょっとそのトップに立った緊張感があるのかなって佐野さんも見てましたよね。そんな感じがねちょっとねあるのかなと思ったんですが、はい、いざフリーの本番になったら全く関係なかったですね、アンスニー・リューコーチ、それから畑あずきコーチもまあ笑顔でこの町田を迎えていました。去年中国大会高橋を逆転した初優勝の時はまだまだという反省の弁ばかりが目立ちましたが、さあどんな得点が出てくるか、うわーっという表情にも見えました。これまでの自己ベストなんと一気に20点以上更新、トータル 265.38 は文句なし。オリンピックシーズン開幕戦日本男子3人が出場した中で、さらにはアメリカ勢も揃った中で見事に町田樹が優勝を果たしました。オリンピックシーズンのグランプリシリーズ開幕戦